プラモデルに塗装をする少年プラモデルとは組み立て式の模型の一種。適度に分割して成形されたプラスチック製の部品群と組み立て説明書などをセットにしたキットの形で販売される。プラモデルという用語は日本初と称してプラモデルを発売したマルサン商店が考案した登録商標であるが現在ではより講義にメーカーを問わず、 プラスチックモデルキット全般を意味する言葉として使われている。プラモと呼ばれることもある。英語ではプラスチックモデルまたはコンストラクションキットなどと呼称される。プラモデルという商標はプラスチック製模型おもちゃ及びその組み立てキットその他のおもちゃ、人形、新聞、雑誌、その他の定期観光物及び模型に関して 日本プラモデル工業共同組合が権利を所有し、組合員は自由に使用できる。他に、キャノン株式会社が別のものを対象に、プラモデルという商標を持っていた時期がある。プラモデルという名称は、マルさんが1959年に商標登録したもので、他のメーカーは、プラ模型、プラキットなど言い方を変えるか、一般名称である、プラスチックモデルを用いる必要があった。 ただし、一般消費者や小売店のレベルでは、丸山商店が権利を所有していた時期から、プラモデルはプラスチックモデル全般を表す用語として広く使用されていた。商標権は1968年の倒産後再建された丸山から1974年に大手問屋の三ッ星商店に売却され、1975年日本、 プラスチックモデル工業共同組合に移譲された。現在は各社自由に使って構わないことになっており、一般化している。メーカーではバンダイとアオシマが自社製品のキャッチコピーに使用していた。日本ではプラスチック製の組み立てキットのうち、一般的な模型店で扱われるものをプラモデルとし、ほぼ同様の製品であってもそれ以外の玩具売り場、菓子売り場、 鉄道模型店で扱われるものは、玩具、食玩、鉄道模型などと区別されることも多い。一般的な模型店で扱われる競技のプラモデルと、それ以外のプラモデル型商品は、取り扱っている問屋が異なる場合が多く、流通上別個として扱われており、玩具店と模型店、売り場の別など、小売りレベルでも一定の線引きがなされているが、厳密ではない。特に、 キャラクターモデル、ガンにおいては区別は混然としており、ンタカラトミーのゾイドやプラクションのように、組み立てる楽しみを取り入れたり、コスト削減のために、プラモデルと同様の組み立てキットの形態を取るガンも存在する。逆に、模型区分であっても、ガンプラに代表される顧客へのハードルを下げるためにスナップフィットや塗装不要化などの配慮がなされた商品もある。 また、SD ガンダムや、上術のゾイドなど、同シリーズに玩具と模型が混在する例もあり、エンドユーザーレベルからは、模型と玩具の中間的で区分がはっきりしないものも、少なくない。基本的には、ランナーと呼ばれる枠につながった状態の部品と、組み立て説明書が含まれる。その他にも接着剤、マーキング用のデカール、組み立てる際に必要となるものが付属する場合もある。 これらが商品のイラストや完成写真等を印刷したボール紙の箱に箱詰めされ出荷されている。小型のものについてはブリスターパックやビニール袋に入れて売られている場合もある。プラモデルはランナーから部品をニッパーなどで切り取り、説明書に従って部品を接着あるいははめ込みながら組み立てていく。塗装する場合は、組み立ての段階に合わせて必要な部分を塗装する。 その後でカールやシールを貼ったりして完成となる。キットとして売られているものから別のものに改造したり、シリーズものを揃えて並べたりすることも多い。プラモデルの制作は制作過程を楽しんだり、情景をミニチュアで再現してジオラマを作ったり、その写真を撮ることなどを目的とする。また他の人と何かを競うという楽しみ方もある。 動力装置を取り付けないことを前提とするプラモデルをディスプレイキットという。完成品を展示することを目的とすることからこう呼ばれる。組み立てる際に付属もしくは別売の駆動装置を取り付け、走行、駆動させることを目的としたプラモデルもある。電動のモーターを取り付け、乾電池などを動力源として駆動するものをモーターライズキットという。また、 全米で駆動するプラモデルもある。射出成形されたプラモデルの一例、バキュームホームキットの一例実在の飛行機、艦艇、戦車、自動車、建築物等、もしくは実在するには至らなかった、計画兵器等を扱った、スケールモデルと SF やアニメ等を扱った、架空のものに対別される。スケールモデルには、リフォルメされたものも含める場合がある。 アニメゲーム等に登場する車、戦車、船などでは、スケールモデルが、キャラクターのパッケージで販売されている。スケールモデル実物が存在するもの、または設計、企画されたものを縮小した模型を、スケールモデルと呼ぶ。プラモデルが最初に普及した英米では、ヤードポンド法を用いていたため縮尺は、1フィートを何インチに縮小するかが基本であり、例えば1、 4インチスケールといえば1フィートを1、4インチに縮小することで1、48スケールを表す。したがって国際標準スケールには分母が12の倍数のものが多い。しかし、鉄道模型のようにフィートをミリメートルに換算した縮尺を採用するものやメーカーの都合のために決定され、積極的なシリーズ展開のために自然に標準になってしまったものもあり、 後者の代表がタミヤの1、35である。またバイクのスケールである1、9はイタリアのプロター社から始まったものである。1、50は航空機ソリッドモデルの標準スケールである。架空のモノアニメーション、特撮といった映像作品や漫画、小説、家庭用ゲーム等に登場する架空の兵器や登場人物などを取り扱ったもの。その多くは SF 設定の作品であるキャラクターモデルと称される場合も多い。通常は設定資料の寸法から縮尺に見合った寸法を割り出し設計されるが、初期にはパッケージに収容可能な寸法から縮尺を割り出す箱スケールものも多く存在した。バンダイのガンダムシリーズの成功から1、144、1、100などのものが主流だが、 スケールモデル同様に縮尺も多彩である。一例を挙げると1、20、1、35、1、60、1、72、1、220などがある。世界で最初に発売されたプラモデルはフロックのブランドで動力付きの木製模型飛行機を販売していたイギリスの今社が1936年に発売したフロックペンギンシリーズである。 当時の新素材であったプラスチックで模型を作る技術はイギリス軍が教育に使用する航空機や軍用車両等の識別用モデルをプラスチックで作る技術を応用したものである。フロッグペンギンシリーズは1-72に統一された航空機のキットで第二次世界大戦により中断されるまでに英国機を中心に30点ほどが発売された。第二次世界大戦中には アメリカ国内でもプラスチック製の識別用モデルは多数作成され、対戦が終結すると、ホーク、レンウォール等の複数のメーカーが、アメリカでもプラモデルの製造を始めた。1950年代に入ると、オーロラ、リンドバーグ、レベル、モノグラム等のさらに多くのアメリカのメーカーが、プラモデルの生産を始め、ヨーロッパでも、 イギリスのエアフィックスやフランスのエレール等が活動を開始し、プラモデルは急速に普及していった。フロックやエアフィックスといったイギリスのメーカーの航空機キットが最初から1、72で統一されていたのに対し、アメリカのメーカーの初期のキットは箱のサイズに合わせた箱スケールのものが多かったが、1950年代後半以降スケールの統一の動きが進み、 多くのメーカーが1、72と共に1、48を航空機の統一スケールとして採用し、むしろ1、48の方をメインとした。また、初期のプラモデルメーカーの多くが木製模型飛行機のメーカーであったこともあり、初期のプラモデルは航空機が中心であったが、1950年代半ば以降、感染、戦車、自動車等のモデルも徐々に増加していった。 そして1960年代は欧米の多くのメーカーが数多くの名作キットを生み出すプラモデルの黄金時代となる。1990年代から今世紀以降はドラゴンをはじめとした東、アジア系とチェコのエデュアルド、ウクライナのアイクムなどをはじめとする東方系のメーカーから多くの新製品が発売されている。日本にプラモデルが渡ってきたのはアメリカで、 プラモデルが普及を始めた1 9五十年代をはじめで、主に在日米軍関係者によって持ち込まれたが、日本の木製模型メーカーの注目を得るには、至らなかった。1五十六から五十七年になると、少数ではあるが、外国製のプラモデルを輸入して販売する店もあ、現あれ、玩具メーカーのマルサン商店や模型メーカーの日本模型などが、プラモデル国産会の模索を開始した。 1955年頃から海外メーカーのプラモデルの下受け製造を開始していた。日本プラスチックは1956年10月頃、日本初のプラモデルのゼロ戦を発売。その後1957年春には、ゴム動力の原子力潜水艦のオチラス号を発売した。また、和光樹脂は1958年10月頃、ダット3線のプラモデルを発売した。 その2ヶ月後、マルサン商店は、原子力潜水艦のうちらすごとう4点のキットを、発売した。なお、同時発売した、ダット3000のキットは、和光樹脂の製品に、マルサンのロゴマークのシールを貼ったものである。1950年代後期から1960年代は、戦記映画の人気や雑誌、出版物での第二次世界大戦戦記特集に、後押しされた軍艦や。 飛行機などの実物の縮尺模型が主だったが、1960年代後半の今井科学によるサンダーバードシリーズの大ヒットによりキャラクターモデルという分野が確立。その後のスーパーカーブームでもプラモデルはブームの一端を担った。1980年代前半のガンプラブームでプラモデルはブームの主役の座を得た。ガンプラの大ヒットを受けて起きたリアルロボットアニメブームでは プラモデルは主力商品に位置づけられて積極的な製品開発が行われたがガンプラブームを再現するには至らなかった。一方、1960から1970年代のプラモデル市場を支えてきたスケールカーモデルも市場から撤退するメーカーもあった。また、改造車ブームが背景にあり、旧車を中心とした属車のキットが発売されたものの、 自動車をはじめとしたスケールモデルはまだ玩具の領域から脱することはできなかった。そんな中、1980年代後半のミニオンクブームでプラモデルは再び脚光を浴びたが、その後は新しい分野でのプラモデルブームは起きていない。1990年代末頃から模型業界にもファクトリーオートメーションの導入が進み、プラモデル製品開発の労力が大きく縮減された。 それまで設計、原型試作、金型製作と、時に差し戻しもある、各工程を専門技術者に頼り、多大な時間とコストを要していたものが、3ダシディによりコンピュータ上で最初から立体として、設計を行い、自動制御や 3D プリンターにより、原型、製品金型の製作まで行えるシステムが、確立したことで大幅に工程が短縮した。また、 スライド金型の導入は複雑な形状の成形を可能にし、設計の容易化と部品点数削減に一役買った。それらの恩恵により、ぶきやウェーブのように資本力の小さいガレージキットメーカーからプラモデル事業に新規参入した会社が経営する形で、特にキャラクターモデルの分野ではそれまで再三ラインに達しなかったマイナー作品からの商品化が 飛躍的に増加した。2000年代以後は、経済産業省の工業統計表によると、プラスチックモデルキット全体の出荷額は、1998年の199億円に、対して2007年は113億円と、大幅に減少している。ガンプラは、安定した売り上げを記録し続けるものの近年は、前減傾向にあり、飛行機やアフフなど、スケールモデルは、 大幅な衰退傾向にある。プラモデル市場の衰退については、急激な勢いで進む、少子化と縮小する市場のパイをめぐってのテレビゲーム等の他の、玩具との競争、製品面ではマニアックな商品が増えて、初心者が近寄りがたくなった点や、部品点数の増加などから、モデルの組み立てに高度化を要求する傾向が目立つことなどが、要因として挙げられている。また、 高品質低価格化が進む食玩などの塗装済み完成品模型や1990年代末から市場が活性化したミニチュアカーがプラモデル市場を圧迫しているとの指摘もある。ミニチュアカーや食玩等の完成品市場には、教唱や賃貸を文化教材者などの模型専門メーカーも参入しているほか、タミヤに関しても完成品ミニカーやミニ四駆弾丸レーサー、 RC カー等の完成品を販売することがある。2006年頃から、プラモデル市場の縮小の影響や原油価格高騰のため、プラモデルや塗料などが値上げされる傾向にある。老舗メーカーでは、上記の製品開発システムの刷新がうまくいかなかったり、製造部門においても射出性景気が多品種少量、生産向けの商用量型へ移行が進んだことにより、 旧製品の金型が使用できなくなり、不良資産化する恐れが出てきており、老朽化によるメンテナンスコストの上昇が重くのしかかると、業界は曲がり角に差し掛かっている。2000年代後半からは、カーモデルにキャラクターでカールをセットした、通車や、ガールズパンツアーに登場する戦車、艦隊コレクション艦これからや、青木鋼のアルペジオの艦船キットなど、 キャラクターとコラボレーションしたスケールキットがブームとなった。また、1980年代から1990年代のフォーミュラ1ロードレースバイクのキットが新規開発されるなど、当時製品化されなかった車種を保管するような展開も見られる。戦術した組み立ての難しさを減らすために、塗装済みや部品点数をあえて減らしたキットも登場するようになった。近年、 模型雑誌では通常のプラモデルをインジェクションキットと呼んで完成品やガレージキットと区別することもある。静岡県の静岡市を中心とする地域はプラモデルやラジコンを代表に玩具産業が盛んでタミヤやバンダイ、青島、長谷川など大手玩具、模型メーカーが本社や工場を静岡県内に置いている。特にプラモデルに関しては 全国売り上げシェア約90%である。駿河国には、徳川やゆかりの富士山本宮浅間大社と、静岡浅間神社などの浅間神社が多数所在し、時の将軍の指示により、官営年間と文化年間の2度にわたり静岡、浅間神社の大造営を行った。その際に、全国から様々な職人たちが駿府へ集められたが、造営が、 長期にわたったため造営終了後も職人たちの多くがそのまま駿府に定住し、その木工技術を活用して家具やひな人形、仏壇、薪絵などの生産を始めた。その木工技法は代々受け継がれ、九百三十二年に青島の創業者である青島次郎が伝統技法を利用して木製の動力付き模型飛行機を製造販売したことを契機に県内に 多くの木製模型メーカーが誕生した。その後、第二次世界大戦中は原料不足から他県の木工産業が生産不能に陥る中、静岡県は国から重要木工圏という指定を受けていたことで、主に学校教材用として木製模型の生産も続けられた。戦後1950年以降、欧米のプラモデルが輸入され始めても、 静岡の模型メーカーの反応は鈍かったが、国産プラモデルが発売され、プラモデルの人気が上昇すると、静岡の各メーカーも1960年以降プラモデルの生産に順次参入し、木製模型からプラモデルへの転換が急速に進んだ。その後社会現象にもなったガンプラブーム、ミニオンクブームいずれも静岡の企業からの発信であり、 現在の静岡イコールプラモデルの構図が成り立つこととなった。2010年7月24日から2011年3月27日までの期間、模型の世界一種と静岡ホビーフェアを静岡市で開催し、実物大ガンダムを展示するなど、模型の街、静岡を全国に PR した。入場者数は160万7485人だった。この人気を受けて、 2011年6月には日本初の模型専門博物館である静岡ホビースクエアが開館した。タミヤ製ニッパー模型制作には様々な工具を用いる。もちろん全てを利用しなくても制作は可能であるが基本中の基本としてプラモデル用のニッパーとカッターはある方が望ましい。なおニッパーなどの切断工具の防錆、保護用のメンテナンスキットもある。 タバコ広告禁止の影響例、スバルインプレッサ WRC の555使用とノンタバコ使用。この実写と同様に模型もロゴの削除、差し替えを強いられる場合がある。プラモデルに含まれるデカールや箱絵には、社会的要因による制限が一部加えられている。そのために製品化や旧製品の再生産が困難になったり、 やむを得ず一部分の完璧な再現を断念せざるを得なかったりといった問題も生じている。プラモデルにおいては部品の分割方法や面の表現、対象の立体としての解釈など設計段階で開発者の個性が強く現れる。異なるメーカーが同一の題材を製品化した際に他のメーカーの商品をコピーしたと指摘される場合がある。 これは前述の分割方法や成形パーツの配列などにおいて他社の既存製品と比較し、同一、または告示しているものが対象となる。ただ他の工業製品と同じく、金型や製品が他社に売却、または OEM 供給されて別パッケージで発売されることがあり、これがコピー品と間違われやすい。また、1、72以下の小スケールのキットでは、 部品分割に個性を発揮できる余地が少ないため、偶然に通った部品分割となる場合もある。日本のプラモデル冷明期には、先行するアメリカやイギリスのキット製品を原型としてコピーしたものが存在した。原型製品とは異なるパーツ配列としたり、原型製品と比較しギミックやモールドを新しく追加、または省略したコピー製品も存在した。 部品分割が全く異なっていても、形状の特徴から他の製品を参考にしているのが明らかなものもあった。プラモデルのコピー製品では、原型製品において模型雑誌やモデラーから問題点として指摘された部分を修正したり、原型メーカーが発売していない派生製品を発売する場合もある。ただし、大部分のコピー製品は精密度において、原型製品に劣っている。 ここでは具体的なコピー製品の例として韓国のアカデミー製品について解説する。ほか、ありがとうございます。